じゃあ行ってみましょう。光の神殿で攻撃当たってなくない？防具強化したら一発も食らってないんだけど、すごいな。本当に一発も食らわない、強すぎでは？ん？ボス戦？早くない？うわ、ちょっと。いきなり？じゃあディテクト。あ、ぽっぽい。ぽっぽい。食べないで。ナイス。いやー、防具が強い。あ、どこ行った？あー、そこね。特に弱点なかったな。じゃあ、とりあえずダイヤミサイル、撃ってもらおうと思うんですけど、私編集中に気づいたんですけど、この、下にショートカット設定ってあるんですよね。これ全然、今まで気づかなかったな。なんで、ショートカットを設定してみましょう。ダイヤミサイルよく使うんで、じゃあ、RB、右側に。あ、こんな感じで、ショートカットできるんだ。OK! あ、まあ、とりあえず、普通に撃ってもらおう。今は撃てないんだ。なるほど。降りてこないとダメなんだ。で、あ、そう、今、ショートカット使いました。なるほどね。なんでもっと早く気づかなかったんだろう、これ。で、もうこまめに撃ちましょう。全然攻撃食らわない。あ、撃てるじゃん。さっきポポイが攻撃中だったのか。あ、今初めて攻撃食らったな。強すぎる。ショートカット便利だな。今までめちゃくちゃもたもたしてましたからね。動き回る。あ、いない。やばい、ショートカットが便利すぎて魔法しか使わなくなりそう。攻撃魔法っていいよね。倒した。え、首なくない？怖っ。あー、びっくりした。倒してないんだ、まだ。なるほど。ここは、ちょっと怖い。あんまり、そういう、描写、やめてもらっていいですか。どこ行った？いた。ショートカット便利だな。アシッドバブル。なるほど。全然攻撃食らわないでも。魔法打ちすぎて MP がもう8しかないや、ここい。やった。今度こそ倒したよね。やったー。全然攻撃食らわなかったな。やっぱ防具は強いのをつけるべきですね。ブーメラン。ん？あ、
これまだ途中ってこと？これは？よっ。おの。なるほど。じゃあこっち行って。あ、全然途中だった。あんな感じでボス出てくるんだね。またボス？あ、そういう感じ？そういう感じなんですね。そしたらしょうがない、またディテクト打ってもらおう。今まで出てきたボスの色違いみたいなのがいっぱい出てきますね。あ、石化しちゃった。風の力ですって。そしたらじゃあポポいい。風の力、あー、シェイドの魔法も使いたいけど、まあとりあえず風の力、エアブラスト。その都度さ、あれすればよかったな、ショートカット変えていけばいいのか、弱点あったら。うん、これしよう。あ、間違った、もういいや。あー、結構食らった。一発が重かったな。じゃあプリムちゃんで、ヒールウォーターもよく使うからショートカット設定しとこう。もう左の LB はヒールウォーター固定にしとこう。でランディ、癒しの力をほら、ヒールウォーター、よし、はい、で、じゃあサンダーセーバーをどうしよっかな。全体にかけるか。わ、いった。さっきの一発が強かっただけで、他はそんな痛くないな。あ、やめて。魔法切れちゃった。やった、倒した。これボス何匹出てくるんだろう。やった。レベル上がんないか。弓矢、あ、弓矢だ。強化したいな。で、また上に行くと、あ、終わりじゃん。なんだ、なるほどね。もっといっぱいボス出てくるかと思った。私は光の精霊ウィル・オ・ウィスプ、黄金島の王マンモンによって力を奪われていました。やっぱ悪いやつだな。マンモンはマナの力を悪用し、私の魔力によって金を作り出していたのです。はあ。でもそれももうおしまい。この島の金はいつか元の石に戻ります。金によって狂わされた人々の心も戻るといいのですが。光の魔法の力で全部金にしてたんだ。さあ、私の力を授けましょう。世界がマナの要塞によって光を失ってしまう前に。ウィル・オ・ウィスプ、ありがとう。で、
シューシーと政権が共鳴した。これで OK ですね。このダンジョンは一本道だったんで探索漏れはないはず。ここで魔法見ちゃおっか。あった、ホーリーセイバー、光の力、セイントビーム。よくわかんないティンクルバリア、なるほどね。あ、へー、ポポイは闇の魔法でプリムちゃんが光の魔法なんだ、なるほど。あとここ上から3段目空いてるけど、なんか魔法手に入るかな。あ、それ月の神殿とかあるから、まだあるか神殿。よし、じゃあ出るか。今のでお金いっぱい手に入ったから、ランディの分買えるでしょこれ。 OK、 街は普通に金ピカのままですね。大きな声では言え、それをセリフも変わらない。あれかな、あの王様に話しかければいいのかな。この人、金じゃ金じゃ、この金は皆すべてわし。あれ、でもセリフ変わらないな。この人は錬金術と、もっとも、これ町を出たらいつの間にか全部石に変わってたりすんのかな。ねえポポイ、ちゃんと記憶は戻ったんでしょ。戻ったよ。はあ、なら村での記憶も戻ったわけよね。今までの暮らしとかどんなだったの。僕も気になるな。記憶が戻っても生意気なのは治んないし生意気って失礼だな。そりゃもうオイラは真面目も大真面目な可愛い妖精だったに決まってるじゃん。可愛い。例えば村のみんなで森へ薬草を取りに行ったりするんだけど、その時に見たことのない草を見つけてさ、胃の一番でじっちゃんに見せに行ったりして、うん、そしたらじっちゃんがとても貴重な薬草だって喜ぶからあげようとしたりしてたよ。えらいじゃん。確かに村やポポイのじっちゃんのために頑張っていたみたいだね。けど最後のが引っかかるわね。ちゃんとポポイのおじいちゃんにその貴重な薬草はあげたのよねそれが受け取ってくんなかったんだよな。どうして。え、なんで。貴重だって言うからふっかけても大丈夫だと思ったのにな何それ、おじいちゃんからお金取ろうとしたの。おだちんだよ、おだちん。そんくらいいいじゃんかよ。結局ずる賢さは今と同じってことか。そうだね。あはは、かわいい。もう一回入ってみる、こっから。いや、黄金のままだな。これは話を進めないと変わらないかな。とりあえずワッツンとこ行こう。弓、あ、かっこいい。エルフの弓矢、かっこいいじゃん。ブーメランで、スピア、グローブ、強そう。あと斧だね。ウェアバスター、オッケー。で、またここ来たけどいないじゃん、ジャッハ様。ちょっと、こら、入ってはダメだよ。何笑っとんねん。賢者様は留守であるな。どこ行ったの。マジマジだよ。賢者ジャッハ様は月の神殿へと出かけたんだな。空飛ぶ雲均等運でひとっ飛び。月の神殿ね、今度は。え、月の神殿。カッカラ砂漠の外れにある宇宙の海に浮かぶ
思議な神殿なんだな。もうそこも言ったよ。じゃあ月の神殿ね、今度は。もうあれ、マウンテン山脈ってフラミーで飛べたんだ。全然気づかなかった。わざわざ村から行ってたな。マイコニドって気絶しちゃうような胞子をばらまくからとっても危険だよね。あー、なんかそんな敵もいた気がする。だな、何度も危ない目にあったよ。けどマタンゴは似てる種族なのに、なんだかいい香りがするよね。マタンゴ王国中ずっといい香りがしてる。わかる。なんかお腹が空く香りだよな。あ、そっち方面のいい香りなの？お腹が空く香りね。でも、うん、わかる。なんだかお腹が空くよね。食べちゃわないでね。やっぱり二人もそう思ってたんだ。クリムちゃんも。あ、姉ちゃんも。なんだかね、あの香りに物の焼ける香ばしい匂いが合わさったらって考えたら頭から離れなくなっちゃったのよ。うん、それもすっごくわかるよ。なあ、もしかしてマタンゴ族って。ストップ。これ以上この話をするのはやめましょう。なんだか危険な考えな気がしてきたわ。そうだね。うん、香りだけで楽しみましょう。食べちゃダメだよ。醤油垂らして食べたい。月の神殿来たけど、ここ前行けなかったけど、なんかいるね。いらっしゃい、カロンの渡し船へようこそ。月の神殿まで行くよ。結構渋い声してるんだな。神殿の中は無限に続く宇宙。迷って泣いても知らない。え、そんなおっかないとこなの？揺れると危ないからじっと乗ってるんだよ。はい。セーブしてくればよかった。あ、でも動けない今。ここで待っててやるよ。無事に戻れたらの話だけどね。めっちゃ脅すじゃん、怖っ。はあ、次は月の神殿か。えっ、クラゲー。じゃあ入ってみるか。なんじゃこりゃ。あ、MP 吸われてんのか、この攻撃。やだなぁ。やめてほしい、貴重なんだから。じゃ、魔法使うか。こっちにやっといて。ランディから MP を吸っても、MP がないから気を失うんだ。なるほどね。なんだ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 。あー、もう。いや、MP 吸われんの、ほんときついな。あー、これやだね。壁がないから迷っちゃうわ。これ何？階段？階段なんだ。出ちゃった。あそこには入ってはいけない。うわー、無視しましょう。オーブだ。したら、ビール、お、ウィスプ、光だね。じゃあ、なんでもいいわけじゃないんだよね。これからやってみる？あれ？できないのか。これ？あー。反応した。もう、プリムちゃんの MP がすごいことになってる。あれ？なんだこれ。こっからダンジョンってこと？いや。あ、これもういいな、これで。え？
なんかいる。ようこそ。私は月の精霊、ルナ。ずっとあなた方が来るのを待っていました。かわいい。さあ、私も力を貸しましょう。世界から急速にマナが失われつつあります。急ぎましょう。ルナの力で、ピスタチオ。共鳴した。これでいいかな。今回は探索までありそうだから、さっきんとこもう一回行けんのかな。あ、行けないわ。でも戻れないってことは、そんなとこに宝箱置かないよね多分。っていう読みをして戻ろうと思う。いや、もう帰るのかい。せっかちだね。ごめんなさい。ジャッハさん結局いなかったから、またどうせたらい回しにされるんだろうな。ルナボディチェンジ。はぁ、え、レベルの低いモンスターに変えたらあれなのかな、体力とかも能力も全部レベル低いモンスターに変わるってこと。強いなそれ。あ、このアブソーブってさっきクラゲからやられたやつですね。これいいな、 MP 回復できんの。不思議なことが起こる。どういうこと？パルプンテみたいな感じ？で、ムーンセイバー、ラッシュ。あー、これいいな、攻撃力上がんの。クリティカルが出やすくなる。これもいいですね。いいな、月の魔法。それじゃあ戻りましょう。ここ何回？今度はどこに行けばいいのかな？やっぱりいない。こら、入ってはダメなんだな。賢者様は留守であるな。どこ行った？そんな。賢者ジャッハ様はタスマニカ共和国に出かけてるんだな。空飛ぶ絨毯でカットメイ。タスマニカ来ましたね。え？共和国？ここからちょっと西に行った海沿いのお城だな。タスマニカももう行ってます。行くか。あ、入れるようになってますね。ここはタスマニカ共和国レムリアンのお城だ。はい、入るぞ。ランディ、ずいぶんたくましくなったな。皆も見違えるほどだよ。久しぶり。どうしたの？帝国の放ったスパイが城に潜入した。入ったんかい。あんなに警備してたのに入ったんかい。今手分けして探しているところだ。王の命を狙っているらしい。お前も気をつけろ。やばいじゃん。大丈夫かな、タスマニカ。スパイはどこだ？スパイはどこだ？スパイはどこだ？タスマニカはなんか心配なんだよな。街みたいなのあんのかな？お城だけ？スパイはどこだ？みんなそれしか言わない。ここお城だけなのかな？まあでもレムリアンの城だって言ってたからお城だけなんだろうな、きっと。あれ、これもしかして玉座？スパイはどこだ？スパイはどこだ？それしか言わないじゃん。こっち進んだらなんかイベント進みそうだから探索しよう。あ、一周してきたわ。じゃあさっきのとこ行くしかなさそうだな。
王様。なんだお前らは。さてはスパイだな。スパイじゃ、助けてくれ。うるさ。違うよ。おとなしくしろ。王の命を狙う不届き者。ちょっと、何をしておる。さっさと殺してしまえ。ちょっと、まあでもスパイで騒いでる時だからな。貴様王ではないな。見ろ、影がないぞ。あ、何、王様が偽物ってこと。さすがジェマ、王に乗り移り帝国に全面降伏してやろうとしたがバレてしまっては仕方ない。ジェマさんやるじゃん。ジェマたちに何をした。あ、ちょっといなくなっちゃった。今頃城の入り口あたりをうろうろしてるだ。この隙に王を消してくれる。させるか。させるか。で、これは誰。あー、なんか忍者みたい。ダークストーカーですって。気失ってるけど。じゃあクリムちゃん攻撃して、じゃあ一応ディテクト打っとく。王様話しかけれんのかな。王は気を失っている。立ったまま、かっこいい。あれ、あ、なに、ボスって言うほどのものじゃなかった、もしかして。え、どういうこと。王様、王様、わしは一体な、何があったんじゃ。乗っ取られてましたよ。あ、これね、戻ったと。なんと、そんなことが。危ないところであった。危なかったよ。ジェマから子供が聖剣を抜いたと聞いて随分心配したが、お主らなら、あるいは、うん、そうじゃ、わしからこれを授けよう。あ、やった剣だ。え、聖剣、あれなの、エクスカリバーより上があるってこと。みんな腕を上げたな、うん、だがダンディよ、安心するのはまだ早いぞ、はい、腕だけでは勇者とは呼べん。大事なのは真の勇気を身につけることだ。わかる、うん、帝国も共和国王を直接狙うなど動き始めた。マナの要塞の復活は近いぞ、はい、私はすぐに旅立ち各地で帝国の動きを封じなければならない。お前たちも急ぎなさい、はい、一刻も早く賢者ジャッファーに会い本当の勇気を身につけるんだ。しっかりな。会えないんだよジャッファさん。結局帝国にももういないって感じでしょ。ダークストーカー、やつはかなりの腕の暗黒剣の使い手だろ。くそ弱かったけどね。タスマニカ共和国とガイア低地のパンドーラ王国は同盟国同士なんだ。うん、聞いた。あれほど評判が悪かった騎士団長のメレリア様も最近では見違えるようです。あ、よかったね、真面目にやっててよかった。我が国はもともとは海軍国だったのだが、マナの減少で海が荒れて船出できない。代わりにカッカラ砂漠で陸上船サンドシップを使って帝国の動きを警戒している。あの船長みたいな人元気かな。二度と帝国のスパイが潜入しないように見張っております。はい、あの人いい人だったな。ジェマ様は元は騎士団のリーダーだったのに自らその称号を捨ててしまった。あ、そうなんだ。ライバルのセリン様が先の対戦でお亡くなりになったのがショックだったんでしょうな。セリン様、